883年12月26日から1955年11月5日は近代のフランスの画家。生活環境に恵まれなかったが飲酒治療の一環として言っていた描画が評価され今日に至る。母親であるシュザンヌ・バラドンもまた画家であったが彼らはそれぞれ違った方法で自分たちの絵画のあり方を確立している。7歳の時。 スペイン系のジャーナリストミゲル・ウトリロに認知されてモーリス・ユトリロと改名した口述。ユトリロはエコールド・パリの画家の中では珍しく喫水のフランス人だったという口述。彼の作品のほとんどは風景が、それも工事、教会、運河などの身近なパリの風景を描いたものである。ありふれた街の風景を描きながら、その画面は不思議な史上と 性質さに満ちている。特に壁などの色に用いられた独特の白が印象的である。第二次世界大戦後まで余命を保つが作品は後に白の時代と言われるアルコールに溺れていた初期のものの方が一般に評価が高。パリ郊外のサノワ庭はがある。またモンマルトルにある墓には喧嘩が絶えない。1883年12月。 パリモン・マルトルの丘のふもとに位置するポトウガイ8番地にて午後1時頃シュザンヌ・バラドンの私生児として生まれモーリスと名付けられる彼が生まれた時母親は張り子をしながらもすでに画家として活動していたそのため息子モーリスは体が弱く情緒不安定であったにもかかわらずシュザンヌは息子の世話を母親マドレーヌにせた2歳の頃モーリスは 転換の発作に見舞われ、その後も後遺症が残った。修学しても学校に馴染めず、公立学校から別の学校に転校している。この頃、母バラドンは画家として成功しており、息子、モーリスをラバガイのフレスネルという私立学校に入れている。7歳の時、スペイン人ジャーナリスト、ミゲルユトリロイ・モルリウスが、モーリスを自分の息子として認知し、モーリス・バラドン改め、 モーリス・ユトリロとなる。また、バラドンは、そのミゲルを通じて、エリック・サキと愛人関係を結ぶが、数ヶ月で、その関係も終わる。モーリス・ユトリロが8歳の時バラドンは息子を、精神病のため病院へ連れて行く。1894年半ばからバラドンは、布辞書であるポール・ムジスと同棲し、11月に、コルトー外2から4番地に引っ越す。 ここでバラドンは自宅にアトリエを構え、海画に専念するようになる。ムジスのおかげで、ユトリロとバラドンは安定した生活を得る。1896年に、ムジスとバラドンは18区の役所にて結婚。またムジスの財力により、ユトリロをピエールフィットのモランという私立小学校の寄宿舎に預け、この町の3イコール、ドニ通り18番地に家を借り、 毎週日曜日にバラドンとムジスはモーリス・ユトロのもとを訪れた。オーベルビリエで初等教育の終了証書を得た。その後パリ市内トリデーヌ大通りのロラン中学第五、学級に入学し、ピエールフィットの祖母の家から通った。ユトリロは優秀な成績を収めていたが、最高学年に進んだ際問題を多々起こし、中学を退学した。1900年2月。 ムジスのおかげで臨時雇いの外交員の職を得るが、四ヶ月しか持たなかった。また他の仕事も、ゆとりろの気難しさと劇場、そして、アルコール依存症の悪影響によって暴力が増え、一家は1901年に、モンマニーとピエールフィットに近いサルセルに転居せざるを得なくなった。しかし引っ越した後もゆとりろは、アルコール依存が悪化した。この頃ジスがモンマニーのパンソンの丘の上に、 小さなドウ畑を手に入れ、そこに四階建ての館を建てた。1902年ユトリロは、モンマルトルの丘の上にあるコルトウガ2番地に住み着く。この頃から、水彩画を描く練習を始めた。エトランジェイ氏はバラドンに、彼が興味を持ったことはやりたいようにさせることを勧めた。ユトリロは、最初から真剣にやろうとはしなかったが、一家でモンマニーに滞在した際。 最初の風景画を制作した。しかしアルコール依存症はひどく、彼の精神は蝕まれていった。1904年の初頭に、ポール・ムジスに連れられて、パリのサンイコール・タンヌ精神病院に入院した。これがきっかけで、バラドンとムジスの間に、溝が生まれ、後の1909年二人は破局を迎える。5月に、症状の改善が見られたユトリロは、モンマニーに戻り、 周囲を驚かせるほど穏やかであったという。病院を出たユトリロはこの頃、モンマニー周辺のモンマルトルで絵を描き始め、自分の進路を絵画に定めた。バラドンも息子の絵に助言をしたが、基本的にユトリロは独学で絵を描いた。当時の技法は、小さなボードの上に、ピサロやシスレーが用いた、印象派独特の天描技法で厚く絵の具を置く、ものだった。デッサンについては、 まだ、特別な構図を追求しなかった。この頃の作品に、モンマニー風景、1905年頃、リヨン美術館肖像と、屋根、1906年、国立近代美術館肖像がある。同時期にゆとりろは2歳年下のアンドレイ・ユッテルと、交流し行き統合す。ゆとりろとユッテルは、モンマルトルの丘に絵を描きに行ったり、共に飲みに行ったりしていた。 この頃ポールムジストの中が冷めつつあったバラドンは、ユトリロの仲介で、言ってると知り合う。ユトリロは画家であることによって、肉体的にも、精神的にも、監禁状態から解放されていた。1907年から1908年にかけての彼の、絵画は、失礼の回顧展の影響を受けつつ、それ以上に、画面の奥行きの追求や、堅牢さを獲得した線、深められた。 デッサンなどの独自の構図を築いた。絵画は厚塗りのままだったが、白からマチエールが生まれた。一方で、当時の彼には画商はついておらず、自身も自分の作品を売ろうとは考えていなかった。この頃が、モーリス・ユトリロの画家としての絶頂期として高く評価されている。1909年の春、翌年、モーリスの画商となった、ルイ・リボートが最初の買い手として現れる。 これ以前にもモーリスは売ってくれるものであれば、誰にでも絵画を売り渡したが、歌唱としてではなかった。リボートは、クロビスサゴの画廊を訪れ、ユトリロの作品に目を止め、バラドに絵画の売買が可能か否か問い合わせた。この時代はユトリロが、初期のパリトランスの大聖堂を描いていた時代であった。リボートは委託販売をしていたサゴに、手数料を払うよりも、 シュザンヌと直接取引を従った。1909年ユトリロはサロンドートンヌに2点出品した。これがユトリロの作品が世に出た初めての展覧会であった。このうち一つが彼の代表作の一つであるノートルダム教であった。同年バラドンイコールムジス夫妻が破局を迎えた。言ってるとバラドンはムジスのアパルトマンの真向かいに位置するコルトン街十二番地のアトリエを独占したが、 年内にゆとりろと、クローバーさんと共に、モンマニーのパンソンの丘の館に移住した。無実は、この頃離婚の手続きを開始し、バラドンの一切を拒絶した。そのためモンマニーに移り住んだ一家は、経済問題に直面することとなる。バラドンもゆとりろも言ってるも収入が全くなかった。一時期はゆとりろを石膏採掘場に労働に、 行かせたが、公衆の面前で大暴れし警察沙汰になり終わった。ユッテルは、ユトリロの犯した失態の仲裁を務めた。また時間があった時はユトリロは、自身の描いた絵を売ろうとした。ルイ・リボードは、ユトリロの才能を理解していた。モンマルトルの作品倉庫でハンダースほどの作品の、購入、転売に成功し利益を得た。1911年バラドン側の過失として、 ポール・ムジスとシュザンヌ・バラドンとの間の離婚が、セーヌ県裁判所控訴院で確定したにもかかわらず、バラドンは、パンソンの丘の館とコルトウのアトリエを保持した。一方、ユトリロは、アルコールの影響を受け続け、泥酔した際にそのこと自体と歪説の罪で起訴され、罰金刑を受けている。この年の秋にユトリロは、セザール・ゲイという元警察官と知り合う。彼は、カスイコール、 クルートという酒場を開くと同時に、マリー・ビズイエが経営していた、ベルガブリルという店を所有していた。ユトリロはそこに出入りし飲食するだけではなく、二人は彼に店の奥で絵を描くことを許した。完成した絵は芸が自分のカフェのホールにかけ、それが好評を博し、芸術家としてモンマルトル一帯に認知されるようになった。1912年にリボードは、 ユトリロの絵画の価値が急上昇したため、専属契約を交わし、ささやかな規則的報酬と引き換えにした。これは、一家の経済的安定をもたらしたが、同時に、言ってるが、自身の道を諦め、バラドンと共に、ユトリロの絵画に利益を見出そうとする。そのため、リボードとバラドンの対立が発生した。4月に、フランスはジュルダンの働いでユトリロは、 ドリエ・ガローにて6点の作品を展示した。リボードはユトリロが利益を彼にもたらしたことで、ユトリロの制作を注文して作らせ制御下に置こうとした。バラドンはこれに対抗しようとしたがうまくはいかなかった。4月末から5月の初めにかけて、ユトリロの健康状態は悪化した。アドルフ・タバランは、リボードのもとを訪れ。 責任を持って芸術家を病院に入れるように促したが、リボードはそれを拒否した。そのため、リボードとバラドンの関係がさらに悪化し、最終的にリボードはモーリスの入院費用を支払うこととなった。サノアのルベルテガのもとに受け入れられ、すぐに健康を回復した。入院中ユトリロは、精神障害者を一時的に居住者として扱う病院の オープンイコールドアシステムのおかげで病院を出ることが許された。彼は芸術家だったためルベルテガ博士は絵を描くことを勧め、ユトリロは多くの絵を描いた。治療は効果的で7月末に一家の友人の提案でブルターニュに行くことを医師は認めた。ルイ・リボードはそれを知ると契約内容をユトリロに迫った。ユトリロは提案者である友人リッシュモンショドはバラドン。 言ってると共にウェサン時まで2ヶ月以上休暇を過ごした。そこでもゆとりろは絵を描いたが、リボードの提案である、1ヶ月に6枚以上描かない、のため、12枚以下の風景及び2点の小さな、カルトンしか描かなかった。バラドンは、息子の作品のサインを寄贈したが、書いても気づいていた。10月末に全員がパリに戻った。ゆとりろは、サロンドートンヌに参加し、 サノワの通りと、ン家の通りの2点を出品した。しかし12月に再び、ユトリロの健康状態が悪化し、サノワの診療所に再入院した。その結果、1913年の大部分をここで過ごすこととなる。一方で、サロンデザルティスト・アンデパンダンに、ユトリロの作品は出品され、バラドンと言ってるは自分たちも各々ので、展覧会に参する一方で、 ユトリロの発表の面倒も見た。ユトリロの作品をほぼ独占したリボードはハックのリッシュバンス街11番地にあるウジェーヌブロガローでユトリロ最初の個展を開催した。この展覧会では1912年から1913年までに制作された31点を1913年5月26日から6月1日まで展示した。しかしこの展示会は失敗し、 ユトリロが多作であることが原因だと考えた。リボードは月6点以上描かないようバラドンに手紙を送った。日にちは遅れたが、10月にユトリロ、バラドン、ユッテルはコルシカ島に出発した。そこでコルシカ高地のベルゴデールに滞在し、20点ほどの作品を描き上げた。それらは村と教会、ピエディクローチェ修道院、チント三クの修道院。 コルトの通りなどを描いたものだった。コルシカ島から帰った直後、ユトリロはバラドンを通じて、歌唱のマルセイユと知り合った。マルセイユは、リボードのものと比較して、ユトリロに好条件な契約を提案し、それはすぐに成立した。ユトリロはこの収入で、モンマルトルの丘にて酒場を回ったが、その結果再度ルベルテが博士の診療所で治療を受けることとなった。 ユトリロは1914年の前半をサノアで過ごし、絵を描き続けた。また描いても見つかった。3月2日には、熊野川、LA、ペアウデールワーズという競売で、アンリボードワンによって、競売にかけられた。リボードはこの時またユトリロたちとの関係を取り戻そうとしたが、かつてとは違い、ユトリロが外に出ないことを望むようになった。6月15日、ドルーは、 ゆとりろの作品をホテルドローに出品するが失敗し、10点もの作品を買い戻すこととなった。この結果と、今まで言った角の干渉によりリボードとバラドンと言ってると間で、決定的な決裂が生まれ、契約が破棄された。この結果ゆとりろは安定した収入を失った。彼は、ルベルテが博士の診療所を出た後軍隊に志願したが、8月29日医学的理由で、 兵役を免除された。九月一日バラドンと言ってるは結婚したが、その月の末に言ってるは従軍した。ゆとりろはまた酒場に入り浸るようになった。この白の時代にゆとりろは数百点に及ぶ作品を残している。この十年間でゆとりろはかつて白の時代に使われた光と明暗法の調和によって生み出されるコンポジションの統一感から。 固く乾いた黒い輪郭線で絵画空間を構成したフォルムの幾何学科よってモチーフ感のバランスを保つ色彩の時代へと移行した。ゆとりロは1914年の末に暴行と器物損壊で逮捕され18区の警察に連行された。その後3イコールタンヌ精神病院での3週間の拘束の後にビル・ジュイフの精神病院に移送された。 1915年1月18日に退院したが、その直後軍部によってアルジャンタンに招集された。しかし1月20日に医学的検査の結果、精神病によって兵役免除となった。ユトリロはセザールゲーの店の奥で色彩の調和を探求した。1915年6月20日、クロウが85歳で死去した。ユトリロは一年中絵を描くと共に酒を飲み、 騒ぎを起こしたため、休暇中のユッテルに連れられて、ビル・ジュイフの病院に12月27日入院した。そこでユトリロは10ヶ月以上の監禁生活を送り、1916年11月8日に、コラン医師により退院を許された。バラドンは、彼女の絵のモデルをしていたガビーという女性とユトリロを結婚させようとしが、この望みは叶わなかった。この時期、 ゆとりロの作品はより評価されるようになった。1917年5月のベルナイムイコールジュヌの画廊で開かれたグループ展にて、彼の作品は数枚出品された。ドリューは、リボードに代わりゆとりロの画商の筆頭となり、ポワソニュガイ70番地の一室を彼に貸し与えた。ゆとりロは創年までは、髭がトレードマークであったが、晩年はその髭を剃りトレードマークはなくなった。 モーリス・ユトリロのジップについては、前述のミゲル・ウトリリョは、洋父で、ジップは、酒飲みのボアッシーという人物という説、シュザンルがモデルを務めていたカカのルノワールという説など、諸説あり、真偽のほどは判明していない。ただし、書類上は、母の恋人の一人である、カタルーニャ人ジャーナリストのミゲル・ウトリリョが、父とされている。年のの際、母、 シュザンヌ・バラドンは、かつての恋人であった、前述のミゲル・ウトリル・イモラントの中を修復した。さらに1891年1月27日、モーリスが7歳の時にこの男に、息子として認知され、モーリス・バラドン改め、モーリス・ユトリロをとなった。しかし、モーリスは生涯この法律上の父に会うことはなかった。なお、母シュザンヌは、恋大き女で、 ロートレックやサキとも付き合いがあり、その後も資産家のポール・ムージスと結婚し、後に、モーリスの友人であり、モーリスよりも年少である、画家志望のアンドレ・ユッテルと再婚した。8歳の頃母親に連れられて、初めて小児科医に診断された。そこで、精神白弱と診断され、専門病院に入れることを勧められるが、プライドの高いシュザンヌはそうせず、ユトリロは、 祖母の元に戻ることなった。ポール・ムジスは1904年初頭、ユトリロを精神病院に強制収容するため、地区内の医者のウィレット博士を招き、入院をしやすくするための診断書を書かせた。診断書と二人の証人とともに、ムジスはクリニャンクール地区の警察署にいて、所長からユトリロが精神病患者で放置するには、危険という旨を宣言する調書を作らせた。 ユトリロはそこで留置所の医務室に拘束され、直後にパリのサンタイコールタンヌ精神病院に移送された。1903年サンイコールタンヌ精神病院で初めての自殺未遂を犯した。1904年5月中旬、バロン博士がユトリロの病状が改善し、家族の下で暮らせるということでユトリロはモンマニーに戻った。ユトリロのアルコール依存症は、 祖母のマドレーヌにも原因がある。彼女自身も酒には、目がなく、一種の精神安定剤として、孫に酒を飲ませていた。その結果、ユトリロは17から18歳で、アルコール依存症に対する治療を始めることになった。また、1904年に、ユトリロを診察した、ウィレット博士の手記によると、ユトリロの父親が、アルコール中毒。 父方の祖母が自殺していると記されているが、前日の通り、ゆとりロの父親は、諸説あり判明していない。ゆとりロのアルコールの問題は、彼の気候の原因ともなっている。1911年4月12日に、公道で通行人に正規を露出したとして、地熟罪で逮捕され、5月10日に、パリ市公正裁判所第11法廷により泥酔わい説の罪で起訴され、 軽犯罪の罰金五十フラン、法規犯の罰金五十フランが課せられた。ユトリロは絵画に署名する際、モリスゆとりろ V と記した。これは、かつての姓であったバラドンの頭文字であり、自分の母親の喪失を告発するものと考えられている。九百十三年の初めての古典の際、アドルフ・タバラが唯一九百十三年五月十三日の アクションに偽名で展覧会表を書いた。1921年末、フランス新評論により、フランシス・カルコによるユトリロの作品関する最初の批評的研究書、モーリス・ユトリロとその作品が出版された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。